忍者250の紹介動画です。2021年モデルの距離が1万4000キロぐらいですね。はい、カラーは KRT、 まあレーシングカラーですね。はい、右側にねちょっとこけてる跡がありますので、若干傷は入っていますが、走行に支障のある状態ではないです。はい、それではエンジンかけていきますね。はい、まだ未整備状態なんですが、非常に状態も良さそうです。まずは純正オプションのシガーソケットと ETC ついてますね。はい、とあとはスマホホルダー、横見てみるとエンジンスライダー、これも川崎から出てる、純正のオプションになります。おそらくつける前にこかしたのかなという感じですが、ちょっと傷は入ってますね。この辺ですかね。はい、はい、まあ、ただ場内乗ってみた感じ、全然違和感もなくフレームが曲がってるとかもなさそうなので、全然安心して乗っていただけると思います。皆さんぜひよろしくお願いします。